はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらでございますね。レゴマインクラフトのザ・ネザーフォートレスです。はい、新しいレゴマインクラフトの最後のやつだね。4番目のやつです。ようやくこちらをですね、作っていきたいと思いますね。マインクラフトの PE でもネザー最近追加されましたので、実際ね、ここ行って遊んだりしてますけども、なかなか変わった世界だよね。あとはマグマだ。そうだね、マグマだらけですね。今回のネザーフォートレスには5つのキャラクターが入ってるみたいだね。スティーブでしょ、アレックス、ガスト、ブレイズ、ゾンビピグマ、あとはこの辺りに何やらグローストーンっぽいのがありますね。こんなですね、ちょっとした仕掛けもあるみたいですね。はい、では早速作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのザ・ネザーフォートレスですね。はい、ネザー要塞ですね。はい、こんな感じでございます。結構大きなセットになったね。で、スティーブが剣かと思いきや強いはずなんだよね。あ、そうだね。スティーブはダイヤ装備の鎧と兜をかぶってて、アレックスはダイヤの剣、ダイヤの兜、でゾンビピークマンと戦おうとしてるね。これがアレックスでしょ。これゾンビピークマンね。はい、ここにスティーブがいますね。で、これネザーゲートだね。ネザーゲートとてもよくできてるね。それっぽいよね。紫色のこのクリアパーツがあるから、なんか本当にネザーゲートっぽいよね。そして、この辺りにこれだね。これグローストーンがあります。でグローストーンのところは上にですね、溶岩があるんだよね。グローストーンのこう押すとマグマが落ちるね。下じゃない上か。あ、こんな感じ、こんな感じですね。それとこちらがガストとブレイズだね。ガストの方はですね、ここに弾が装填されてますね。頭のここちょっとね、スイッチになってて、これを押すと発射されます。いきますよ、こんな感じ。結構威力あるからね、これ気をつけた方がいいね。それとガストはですね、顔変えられますね。これ攻撃モードがないやつに変えられます。ちょっとやってみましょうか。これをまず目でしょ。まあ目から口もどっちもいいんだけど、まず目、そして、むちは合うように口。そうだね、これで OK。こいつ、って感じなんで、これね。はい、そしてこちらがブレイズですね。ブレイズもそれっぽいね。よくできてますね。これは特にギミックはないです。本当に置いとくだけだな。それで、今までのレゴマインクラフトと同じようにですね、ちょっとだけこうやって開けることはできますね。あんま意味ないけどね、これね。中が見えるとかそういうのはないですね。はい。で、ここにチェストがありますね。で、この中には金の剣とダイヤが入ってますね。はい、こんな感じでございます。基本的にネザーラックがすごい多いね。この赤いのは全部ネザーラックで、で、下の方は溶岩ですね。はい、こんな仕上がり。はあ、よく寝た。よし、今日はネザーに探検に行くよ。ダイヤ装備で準備万端。グッティングッティン。じゃあ行ってきます。よし、ネザー来たぞ。やあ、スティーブ。あ、アレックス。今日も仲良くネザー探検しようぜ。お、上にグローストーンあるよ。早速ゲットしちゃおうぜ。ごめん。やばい、ガストがいる。ちょっととりあえず逃げようぜ。お、やったぜスティーブ。あそこにチェスト発見だ。やったー。おー、ゾンビピークマン。よし、2人で攻撃だ。うわー、ブレイク。うわ、はい、ということで今回はレゴマインクラフトザ・ネザーフォートレスでした。